福島第一原発の処理水放出をめぐり岸田総理大臣は処理水の追加モニタリングを前提に中国が日本産水産物の輸入を段階的に再開する方向になったことを明らかにしましまた。中国側は日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手をし着実に回復させることとなりました。 岸田総理は昨日 IAEA のグロッシ事務局長と電話会談し処理水について中国の専門家も参加する追加のモニタリングを実施することで合意しましたこれを受け中国側は基準に合致した日本産水産物の輸入を段階的に回復させていくことに同意する方向です 岸田総理は今後中国による輸入規制の即時撤廃につなげていく考えを示しました一方、中国は IAEA の枠組みの長期的な監視に参加しサンプリング調査などを実施した上で基準に合った日本産水産物の輸入を段階的に再開するとしていますただ、中国外務省の報道官は会見で処理水を引き続き汚染水と表現し 中国が排出に断固として反対する立場に変わりはないと強調しました。